彼氏欲しいんだけどできないって言ってるから仕方なくアドバイスしてあげてるのに何を言っても全く聞き入れない女。そんなに彼氏欲しいんだったらさ、SNS とかで繋がれば。いや、それは絶対嫌だというかありえないでしょ。常識的に考えて絶対になりえない。まず常識的に考えてネットとか普通に嘘がつけるからね。嘘をつけるということは名前も年齢も肩書きも何もかも詐称することが可能だということ。これはもう騙されても何もこちら側が文句は言えないということ。素性を明かさない上で行われる恐喝や詐欺などの犯罪に巻き込まれても何も文句が言えないということ。いや、それはさすがに冷静に怖すぎるだろうっていう話そもそも現代の日本人はもっともっとネットリテラシーを高めていくべきだと思うんだよね。相手の顔が見えないというリスクをもっともっとちゃんと考えるべきだと思う。まあとにかく何が言いたいかというと、要するにまだ今の段階では私は SNS 上で恋人探しをする気にはなれないかなっていう話、それ的な話。てかそもそも SNS 上で恋人募集してるとか絶対ろくな人いないでしょどうせ太くて多数の女性と体目当てで会ってる男性ばっかりがこうやってバーって言ってるんだろうからそんないいでとか絶対ないと思うしそういう男は所詮あれだから、私と出会ったとしても体目的だからそれ的な話。マチコンとか合コンとか相席屋とか出会いの場に行けば。いやいやいや、ありえないでしょ。常識的に考えてまずありえないマチコンとか合コンとか相席屋に来てる男の子って結局そういうザ出会いの場みたいなところにわざわざ出向かないと恋人ができない人たち、要するにモテない人たちってことでしょ。そんななんかモテない人たちの集いみたいなところに行きたくないっていうか、私はそこまでまだ落ちたくないっていうかもしくは多分チャラいんでしょ。どうせあれでしょ、体目的でしょ。体目的だ、絶対体目的だ。そんな体目的の人たちと全然会いたくないから、クソちゃん、こっちから願い下げストーリー的な話。じゃあ友達に紹介してもらうとかは。友達に紹介いや、それはさすがにありえないでしょ。てかもう絶対無理でしょ。てかもう常識的に考えてありえないでしょ。友達に紹介してもらうのはさすがに気まずい。それはさすがに気まずいというか、友達に紹介してもらってもし自分のタイプじゃなかったらどうするの。うざい男とかキモい男紹介されてもわざわざ紹介してもらった手前邪険に扱えないから気を使うし、友達のメンツを潰さないためにもなんかお断りしにくい。仮にうまくいったとしてもその後彼とはどんな感じとか、交際は順調とかいろいろ言われて、紹介してもらった友人にいちいち恋愛の近況報告をしなくちゃいけない環境になるんだろうし、一度は付き合ったものの結果的に別れることになろうものなら、なんで別れたのとか、より戻しないよとか言われるのも本当に不愉快。せっかく紹介してあげたのにとか言われても、紹介してもらったという借りがある以上こっちも全然文句言えないから、こっちが不利になるわけだから、そういう状況は本当にすごい嫌だからそれだけは絶対にありえない。そんなことは絶対にありえないっていうか、もうなんか本当にそこまでして男欲しいわけじゃないからこっちもそれ的な話。出会いを作るために休みの日とかもっと積極的に外出したら。いやいやいや、それはさすがに絶対無理。休日ぐらいは休ませてよ、さすがに。平日ちゃんと仕事して働いてるんだから、土日ぐらいはゆっくりと自分の時間を過ごさせてそれはさすがにてか、そもそも休日潰してまで無理に出会いを作りに行くみたいな、そういうがめついことはしたくない。やっぱり常識的に考えて自然に出会うのが一番でしょ。生活の圏内で相手を見つけるのが理想だし、いつかきっと絶対に待っていれば運命的な出会いがあると思うんだよね。例えば本屋さんで本を買おうとしたら、偶然同じ手に伸ばした男性の手がこうパッと触れ合って、あーってなって、あーすいませんみたいな、あー手と手が触れ合って、あーみたいな、あーみたいな。やっぱりそういう出会いが理想だし、結局なんかどういう男の子がいいなって考えたら、なんかやっぱイケメンがいいよね。あ、私ブスな男無理だから、イケメンしか受け付けない体質だから、なんか普通にイケメンとしか付き合いたくない。ストーリー的な話。さすがに理想が高すぎるんじゃないかな。もうちょっと妥協したら。はちょっと待って、どういうこと、それはさすがに常識的に考えておかしいでしょ。恋愛も結婚も妥協したらその瞬間終わり。こちとら幸せになるために恋愛したい、結婚したいと思ってるのに。まあしょうがないか、これぐらいなら我慢するかって、そうやって妥協して恋愛したら、そんなのもう幸せじゃん。幸せじゃないから、それはもう、本末転倒。私は絶対に最後まで諦めたくないから、絶対的に運命的出会いをして、平野翔くんみたいな王子様的イケメンと結婚するから。羨ましい？羨ましいでしょ？羨ましいか、この野郎。ストーリー的な話。じゃあ、そのいつか来るであろう運命的な出会いのためにも、今は自分磨きでもしたら。自分磨き。何それ、美味しいのそれはさすがにしないでしょ。それはちょっと常識的に考えて、それは絶対にした方がいいでしょ。無理に着飾って自分を偽って背伸びした私を好きになってもらったって、それは全く意味ないじゃん。それじゃ長続きしないでしょ。ありのままの自然体のこのままのこの私を好きになってもらわないと、そんなの恋愛じゃないでしょてかもうごめん、さっきからさ、なんかいろいろこっちに言ってきてるけどさ、なんか正直あんま恋愛分かってないでしょあんまアドバイスしてこないでほしいっていうか私は私のやり方でちゃんと彼氏を作るから、ほっといて。ストーリー的な話。チャンネル登録よろしくね。とまあいろいろ言いましたけれども、まあ、正直本当にさ、こういうこと言って彼氏ができないのって本当もうまんま私なんだよねいやほんどうしたの、この夏ちょっと結構本気で恋愛できるように頑張りたいなって思いました。頑張ります。応援しててください。